ムードル。ムードルはオープンソースの e-learning プラットフォームである。同種のシステムの中では比較的多くのユーザー数を持つ。ムードルは教育者が質の高いオンライン学習課程、コースを作ることを助けるパッケージソフトである。このような e-learning システムは学習管理システム、学習過程管理システム、仮想学習環境、あるいは単に オンライン教育システムなどと呼ばれる。ムードルは、モジュラオブジェクトオリエンティット、ダイナミックラーニングエンバイロメント、モジュラーなオブジェクト思考ダイナミック学習環境の、当時語である、当初は M は開発者、マーチン・ドー・アマスの名前の頭文字であったという。開発者によれば、どこかを、のんびりと、ブラブラ散歩するといった、意味の英語の動詞、ムードルに持ちなむとのことである。 もっとも、この語は、一般の英語辞書には載っていない。1930年代に、ミューズとドゥードルを組み合わせて作られたこのようである。のんびり過ごしている中で、時として思わぬ発見やひらめきが得られることがある。そのような、使われ方を想定して、ムードルは開発された。いかに生徒の学習と先生による、教育の双方をうまく、オンライン学習へ導くかが、開発者の狙いである。 ムードルは1999年に開発開始され、2001年には現在のアーキテクチャになった。2017年9月現在はバージョン3.31である。また、日本語を含む7カ国の言語に翻訳されている。2017年9月現在234カ国、82,291のサイトでムードルはインストールされている。 実際に活動しているムードルのサイトは不明であるが、1日あたり約2000回ダウンロードされている。ライセンスフリーであり、料金の発生もないため必要なだけインストール可能である。単一のサイトで最大のものは19000以上のコースを持ち、4万1000人以上の学生を有している。ムードルの開発はフリーソフトプロジェクトとして、 世界中のプログラマ及びユーザーコミュニティのチームに支援されながら継続されている。これは GPL ライセンスに基づき、ユーザーは自由にダウンロード、使用、修正、さらに配布することができる。ムードルは PHP で開発されている。すなわち PHP の動作する Unix、Linux、ス、フリーブスド、Windows、m a c などほとんどのオペレーティングシステムで動作し、 また PHP をサポートした Web ホスティングサービスを行うプロバイダーで使用可能である。またデータは単一のデータベースに格納され、主に m ス s ール l と p o s t g r e s ル l がサポート対象であるが、アダット部を使用しているためアド o 及びオーディビッシュ経由で商用データベースも使用可能である。Moodle はマーチン・ド n 同義アマスとコンピュータ科学の大学院生徒による共同開発である。 マーチン・ドーギアマスはカーティン大学でウェブクト商用の学習管理システムの元管理者であり、博士号研究テーマはオープンソースソフトウェアの使用によるインターネットベースの教育と学習の社会環境の構築、認知の支援である。この研究は従来の商用イーラーニング環境にはなかった教育者としての視点が盛り込まれており、ムードルの設計に大きく影響している。 構成主義では本や教師からではなく、学習者の心に知識が形成されるとしている。学習者は、自身の経験に基づいて、学習を進めることができる。この視点で活動する教師は、生徒が、自身の能力や知識によって学習しやすいような、環境を作ることが、仕事となる。それは単に印刷物の配布をすることではなく、生徒が、知りたいと思う情報を提供する子である。 ムードルはインストールやアップグレードが容易である。デビアンリナックス用などに自動インストールパッケージがいくつか提供されてもいる。またフリーであり、ライセンスコストは不要である。多くのサーバーに追加費用なしにインストールすることができる。ムードルには内容、コンテンツ管理のほか、複数の形式にクイズ形式の問題作成機能や会議システム、フォーラムなど、各種機能を持つ。また、 第三者から寄贈された拡張モジュールも各種ある。代表的なのはスコームや文書管理システムである。スコームモジュールは外部のスコームプレイヤーやリーロードのようなモジュールクリエイターを使用することもできる。ムードルは他の LMS すなわち IM ズクティ、w e b ク o o k とブラックボード形式のクイズを変換して取り込むことができる。2005年10月ウェブクとはブラックボードに 吸収合併されている。ムードルはユーザーと開発者のコミュニティに支援されている。それは商用 e ラーニングの有料サポートの代わりとなっている。またムードル上に多数の研究報告や調査が蓄積されてもいる。インストールに必要なディスクスペースは50メガバイト以上あるので CMS としては大型の部類に入る。 日本語対応でインストールするには、あらかじめ本体と同時に、y a h t f 8という言語パックをダウンロードしておき、ラングディレクトリ内にコピーしておくと、全工程において日本語のガイダンスが得られるので、作業がスムーズに進む。なお多くの CMS と同様、受け皿となる空のデータベースを用意しておく必要がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。